めちゃいいやん。変身シーンどうなるのっていう声がすごい多かったんですよ。ちょっとそこは期待しておいてください。もうすごいいい感じになると思うので。キューティーハニー。ありがとうございました。続きまして。続きまして。キューティーハニー役の上西恵です。はい、ハニーちゃんはですね、すごい可愛いのにセクシーさも兼ね備えていて、自由奔放で無邪気で可愛い女の子です。皆さんよろしくお願いします。ジャンパーハニー役を演じさせていただきます佐藤ひなたです。山形さつきちゃんはボーイッシュな一面もある中で、仲間思いだったりいろいろな一面を抱えている女の子なので、魅力が舞台の上から伝えられたらいいなと思っています。今日はよろしくお願いします。スイーツハニー役の西郷みずきです。こうやって歴史のある作品に携わることができてとても嬉しいです。甘いものがすごく好きなキャラということで、私も甘いものを積極的に稽古中から摂取していきたいなと、太らないようにしたいと思います。頑張ります。よろしくお願いします。サイバーハニー役の、かなめりんです。サイバーハニーの水無月乙女ちゃんの役は、コンピューターが使える、サイバーにアクセスできる、すごい僕っ子っていうすごい一面を持ってるんですけど、なんかちょっとおっちょこちょいなところがあったり、でもすごい頑張り屋さんなところもあるので、私自身一生懸命頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ラブリーハニー役の平塚ひなと申します。ラブリーハニーちゃんはですね、すごくゴージャスで自分が大好きな女の子なので、衣装もこんなゴールドな感じなんですけど、武器は弓を使って戦う人です。今日はよろしくお願いします。ブラックハニー役の吉川優です。今回は新キャラクターということで、私も演じるのがすごく楽しみです。敵なのか味方なのか、ぜひ劇場でお楽しみください。今日はよろしくお願いします。アッシュハニーアイス役の矢倉風子です。私はブラックと一緒に共にする謎の役どころを演じさせていただきます。本日は短い時間ですが、どうぞよろしくお願いいたします。アッシュハニー椿役の綾木さくらです。ブラックハニーと共に戦う2人のアッシュハニーの1人の役です。よろしくお願いします。こんなところからはいね、個性的なね、みんなコスチューム身にまとっておりますけれども、この舞台はですね、主人公のキューティーハニーちゃん以外にもクラスメートに新世代ハニーが4人、そして謎のブラックハニーが3人と、なんかね、もうどんな新しいキューティーハニーになるのかというのをぜひね、期待して皆様劇場の方来ていただきたいと思うんですけれども、ということで、じゃあ早速キャストの方にですね、ちょっとお話を伺ってみたいなと思います。どこ見ても可愛い子がいるっていうのももちろんなんですけど、発表されてからすごい変身シーンどうなるのっていう声がすごい多かったんですよ。ちょっとそこは期待しておいてください。もうすごいいい感じになると思うので、皆さん楽しみにしておいてください。そこ確かにキューティーハニーといえばね、変身シーンでございますから、皆様楽しみにしていてください。キューティーハニーということで、ダンスも歌もあるよっていうのはもう発表されてるんですが、もちろん盾もありまして、その戦うシーンと学園生活のシーンのそのギャップだったりとか、私たち以外にもすごく個性豊かな女の子だけじゃなく先生たちもいらっしゃいますので、そういったところにも注目してもらえたらいいなって思っています。はい。オファーです。オファー受けた時すっごい嬉しいって思ったんですけど、すぐにやばい、私ポンコツだからみんなの足をめちゃくちゃ引っ張っちゃうんじゃないかってすごい心配だったんですけど、こうやって演技のお仕事をずっとしてみたいなって夢を見ていたので、今回この発表が決まってすごく嬉しいので、一生懸命頑張ります。